立川河野心は、落語芸術協会所属の落語家。本名、石飛祐介。島根県松江市出身。1998年、島根県立松江東高等学校卒業。2002年に、広島国際学院大学を中退。2004年7月、立川団校に入門。前座名は、松美幸。二2011年4月、立川市の春と共に、 立川流二詰め、昇進、河野進と改名。2014年末、師匠立川段栽培、兄弟子、立川義行と共に、落語立川流を退会し2015年4月1日から、落語芸術協会に加入。ただし、2年間前座を務めることとなり、2017年3月、中席まで前座として扱われた。2017年3月下席をもって二詰昇進。 同じ落語芸術協会に所属する2つ目10人で、芸協家電車というユニットを組んでいる。実質的に、成金の光景にあたる。俳優の青山聡太はいとこにあたる。AB、立川孝之進、落語家。2020年6月13日閲覧。立川恋朝ブログ恋朝の水族家。2015年2月19日、立川孝之進。 2020年3月14日閲覧。2つ目、昇進、立川河野新落語芸術協会2017年3月21日2つ目落語家で、作る、芸協家伝差指導。令和時代も盛り上がる、落語人気、いざ2019年7月3日、久々の再会。青山相田オフィシャルブログ。 https://ameablo.jp:/so, ta, a, o, y, a, m, e, スラッシ n t r y 1 2 6 5 1 4 7 0 4 1 0と html。ありがとうございます。